おはようございます。下野正弘です。今回は体幹のバランスを整える腰痛体操を紹介します。それでは早速始めます。それではですね、体幹、腹筋、背筋のバランスを整えるトレーニングです。まずはですね、右足を左足の前に置いて足を一直線にします。このように一直線にして、その状態から、前足と後ろ足均等にしてほしいんですね。前に行きすぎずに後ろに行きすぎず、後ろに行きすぎず腹筋抜けちゃうんですね。で、前に行くと腹筋働きすぎるので均等にします。そこから目線をまっすぐにします。目線をまっすぐ、そして前足と後ろ足均等、これで30秒いきます。せーの。足元が不安定になればなるほど体幹に効くんですね。そして前足と後ろ足均等にすることによって腹筋と背筋のバランスが整っていきます。腹筋だけ強くても腰痛になっちゃうんですね。背筋だけ強くても腰痛になったりぎっくり腰も起きるんですね。大切なのは腹筋力とか背筋力ではなくて、腹筋背筋をいかに仲良く使わせるか、そこがポイントなんですね。はい、 OK です。次は反対側、左足を前にして足を一直線にして、そこから目線をまっすぐです。前足と後ろ足均等です。目線をまっすぐにした状態で30秒。せーの。足元が不安定なんですけど、あえてこういうふうに不安定な状態にしています。で、足元が不安定だとですね、全身でバランス取るんですね。特に体幹をうまく使わないとこの姿勢で取れないのでですね、無意識にこう全身で取ろうとするんですね。目線をまっすぐにすることによって、当たり前なんですけど首の上に頭が乗るんですね。で、首の上にしっかりと頭が乗ると上からも軸が作れて体幹にもちゃんと効いてきます。はい、 OK です。次はですね、背骨を介して右と左のバランスを整えるトレーニングなんですね。四つ這いになっていただいて、右足と左腕を持ち上げる。右足と左腕です。そして頭、背骨、骨盤まっすぐ、目線は斜め前、大体この辺りになる感じですね。それではやっていきます。右足を床と水平なところまで持ち上げて、そして左腕を持ち上げます。まっすぐ、ここから30秒。せーの。これもすごくですね、不安定な姿勢なんですけどね、背中の筋肉のバランスを整えるんですね。呼吸止めないようにですね、足あまり上げすぎると腰が反ってきてしまうので、足も腕もですね、だいたい床と水平のあたりまでまっすぐにして、それ以上にはなるべくならないように。はい、 OK です。次、反対側、左足と右腕ですね、まっすぐです。これを30秒いきますね。せーの。先ほどやった側と左右差ありますかね。やりやすい方、やりにくい方あると思うんですけど、この左右差も埋めることもですね、すごく大切です。やりやすい方、やりにくい方、もしも極端な左右差がある方は、苦手な方、不安定な方で少し一生懸命、2セットとか3セットとかやっていただけるとですね、よりバランスが整います。はい、 OK です。この2つのトレーニングを取り入れることによって、まずは腹筋と背筋のバランスが整って、そして背骨を介して右と左の左右差が整ってきます。体幹のバランスが整うと腰は楽になってきますよ。はい、改めましてアヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではアヘアホ体操が12年間培ったノウハウを惜しみなく発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アヘアホ体操楽しいですよ。ワクワクしますよ。あーへー、あーほー、あー。